ヒイラギ。トキサカ君、どうやって結界を。危ない。大した体さばきだな。ち、そ、待ってろヒイラギ。今加勢して。下がりなさい。言ったでしょ、今回はあなたたちの手に余る。マユちゃんたちを連れてこのまま脱出しなさい。な、逃がさない。なんかくま、おい、これってさっきのが右手ならこれは左手。くそ、こんな時に。どうに。次でしょう。別格。ヒイラギはとにかく追いかけ。ヒイラギ、どこ。あまり思い詰めんな、ヒイラギはプロだ。あの後、異界化の収束と同時にこいつに吸い込まれやがった。一体どうなっ。
北斗先輩？ゲゲ。どうしてす。こんにちは皆さん。高畑君も時坂君たちに協力することになったんですね。ああ、切った張っただったら力になれそうだからな。しかし北斗、昔からまさか柊と同じ裏の世界の人間だった。あ、そこ知れないなんて買いかぶりだと思いますが、柊さんと同じく異界についてある程度知っているのは確かです。彼女と私では立ち位置が異なりますが。立ち位置？裏の世界での縄張りか。はい、私が属するのは異界に関わる企業連合、ゾディアックと言います。異界に関わる勢力はいくつか存在していますが、ネメシスとゾディアックはその代表格であると言えるでしょう。ネメシスは最初に異界の存在を確認した組織、異界の監視管理を目的に独自のネットワークを構築し、関連する事件に対処しています。一方ゾディアックは異界の利用を主目的とする12の巨大企業の連合、日本では北斗ともう一社がそこに名を連ねています。まあ関連企業や純ゾディアックを含めると数千社もの規模になりますが。なんだか頭がクラクラする話ですね。そんな企業連合ってのが。いやね、正直表向きはライバルとして競い合っている企業ばかりですから。ですが異界に関わる技術協力や異界によって経済危機が発生した時、一致団結する形で機能します。各国の政府を差し置く形で。国の意向すら飛び越えて裏の世界を仕切ってるってわけか。表は表、裏は裏。異界を認識できる人が少ない以上、政府はそれを公言できません。代わりに裏に危機があった場合、ネメシスやゾディアックが動いて解決することになります。まあどちらが解決するかでいろいろと揉めることも多いのですが。それって、縄張り争い、目的と立ち位置の違いですね。異界を監視管理するネメシスと異界を利用しようとするゾディアック、お互い技術交流もありますし、協力して問題に当たることも多いのですが、残念ながら直接的な衝突に発展することもあります。直接的な衝突少なくとも森宮において私と柊さんが衝突したことはありません。むしろ今まで何度も協力を呼びかけているのですが、なかなか応じていただけていませんね。わかる気がするぜ。一緒に組む相手としては底知れなさすぎんだよお前は。3年前の事件とか、高畑君たちとうまく協力できたと思うんですが。だから言ってた。カズマもお前のことは嫌、うん、なんかいろいろとあったみたいだけど知りたいような知りたくないような。先輩の立ち位置、それで。ええ、それは間違いなく時坂君のサイフォンから柊さんのソウルデバイスのデータが消えていない限りは大丈夫です。柊さんの命が失われたらそのデータも消滅するはずですから。それはさすがに理屈としておかしくない？ソウルデバイスの基礎技術はネメシスで開発されたので詳しいことは分かりませんが、的確者の魂と1対1で存在しているのは確かなようです。
だから大丈夫。ヒイラギさんはきっと無事でしょう。そうですか、はあ、よかった。だが根本的な解決になってる。ええ、ヒイラギがどこに消えてどうやったら助けられるのか。残念ですが現時点ではこちらでもつかめていません。もっともつかめていたとしてもお教えするつもりはありませんが。あ、北斗。通常の異界事件であればお教えしたのでしょうけど、今回の怪異の脅威度を考えるとさすがに危険すぎますから。今回の怪異な、何なの。グリムグリード、脅威度 S ランク以上と言われる現実世界に直接干渉できる怪異です。通常の迷宮の主エルダーグリードに可能なのはあくまで得意点を介した干渉のみ。しかしグリムグリードは現実世界の環境すら変化させ、自らの眷属を異界の外に送り出せるほどの力を持っています。今回の霧と影の手、それがグリムグリードってのが絡んでいる証拠ってわけだな。ええ、過去には町一つが全滅した例もあるくらいです。その意味で一般人である皆さんを巻き込むことはできません。おそらくヒイラギさんもそう考えて。今回の件については以後ゾディアックの専門部隊が引き継ぐ予定となっております。ヒイラギアスカさんについても。でもそもそもお姉さん誰なわけ。あ、申し遅れました。見附お嬢様の秘書を務める雪村京香と申します。以後どうもっす。ちなみに近いうちに場合によっては彼女に代わる執行士ネメシスにおける選ばれるのはトップクラスのヒイラギさんは若くして。アスカ先輩。ですからどうか心配しないでください。ゾディアックもネメシスもこの事態を決して座視はしません。ヒイラギさんの安全も含めてどうか任せていただければ。ふざけんな。え、コウ先輩。ヒイラギや先輩の立場は分かった。それぞれ異界への思惑や考え方があるのだが、あんたはこの森宮学園の生徒会長でもあるんだろう。ネメシスだとかゾディアックだとか裏の事情を話すよりも前に、生徒会長として行方不明の学園生を何とかするくらいは言ってくれよ。だいたいヒイラギもヒイラギだ。俺たちを足手まといだと思うのはこの際仕方ねえ。こちらが苦戦した影の手を一人で圧倒してたくらいだからな。だが俺たちは今まで間違いなく仲間だったはずだ。空手部の剣、神様アプリブレイズ、いくつもの事件を一緒に解決してきたんだろうが。それなのに最低限の事情も話さないで勝手に消えるなんざ、いくらなんでも不義理が過ぎるってもんだろ。先輩。はい、ちょっと水臭すぎです。まあ情報封鎖は気分が良くないかな。ああ、せめて一言くらい文句を言わなきゃ気が済まねえ。だから悪いが、北斗先輩、あんたらが何を言おうが俺たちは勝手に動かせてもらうぜ。ですが。さすがのお前も一本取られちまったみたいだな。そうみたいです。学生としての本分完全に見失っていたみたいですね。でしたら時坂君、ここから先は北斗の人間でもゾディアックとしてでもなく、北斗美月個人として皆さんに協力させていただけませんか。